どうもクロスロードラボです、またしてもですね日本のウイスキーが賞を取りましたなんですが個人的に初めて聞く名前でまあ新しいウイスキーみたいですねなんですけどブレンデッドウイスキーですで新潟麦酒のウイスキーが金賞受賞ということで新潟麦酒って読むのかな株式会社ですねが製造したブレンデッドウイスキーがアメリカ最大の世界的な、酒類コンペティションサンフランシスコワールドスピリッツコンペティション2019で、最高賞に次ぐ金賞に輝いたコンペティションは業界誌を発行するザ・テイスティングパネルマガジン社などが主催ウイスキーやジン、ウォッカなど各分野に計約3000点の応募があった、金賞を受賞したのはブレンデッドウイスキー腰の忍スコットランドの原酒などをブレンドし水菜の樽で風味を加えてまろやかな和風のウイスキーに仕上げたピュアモルトウイスキーも同賞だったということでピュアモルトウイスキーもあるんですね、同社は昨年ウイスキー事業に参入しシングルモルトの蒸留設備が6月にも完成するそれに先駆けブレンデッドとピュアモルトを販売すでに約10万本を出荷しており今回は、アメリカの輸入業者が出品したなるほどアメリカの輸入業者が出品したみたいですちなみにね、はい社長のですね宇佐美健さんはシングルモルトの製造に向け当社の味の方向性が評価されたことが嬉しいと話した、はい、かなりね個人的には謎なウイスキーですね、まあ、参入したばかりということでいろいろ調べてみたんですけどまだねオフィシャルホームページの方にもウイスキーのね欄自体がウイスキーの項目自体が全くないんですよねウイスキーの情報がないですでこれからね詳細が、ホームページに掲載されるんでしょうけどもうね新潟では売ってるみたいなんですよねちょっと検索してるとブログでね新潟旅行で見つけた謎のウイスキーみたいな感じで紹介してる方もいらっしゃるのでもう販売はしてますね、まあ、10万本出荷してるっていうことなんでね内容を見るとですね忍ウイスキーは世界から厳選したウイスキー原酒と新潟の美味しい水をブレンドしさらに貴重な水ならで、熟成をさせ丁寧に作り上げた、とても飲みやすくまろやかな和風ウイスキーですということなんですけどスコットランドから基本的には原酒を買い取って輸入して、ブレンドしたみたいですで新潟の水を使ってそして、水ならの樽で風味を加えたということなんですけど瓶にはですね水ならを使って水ならで熟成させたって書いてあるんですけどどれぐらいなのかはちょっと分かりませんね、はい、で瓶にねマスターブレンダー兼って書いてあるんですけど多分ねこの宇佐美さん兼さん宇佐美兼さん社長がマスターブレンダーなのかな、多分そうだと思います、はい、結構それ以上のことはね情報が全くないので想像でしかないんですがこれから、シングルモルトを作っていきたいということなので、だんだんね自社の、日本でこう原料調達したりするのかもしれませんし、麦はね外から買ってきても日本で作ったシングルモルトっていう風に出していくのかもしれませんしその期間、こういう風に外から原酒買い取って、輸入してねブレンデッドを作ってそれを売っていって資金にして、なんとかシングルモルトが発売するまでっていう期間のつなぎなのかもしれません、はい、でもねこうやって金賞取っちゃったんで、これからね注目はされることは間違いないと思うんで、製造工程とかね何年熟成させたとか寝かせたとかは細かいこと聞かれると思うんですよねだからまあだんだんこう明らかになっていくんだと思いますがやっぱり最近ねなんかこう、よく分かんない内容よく分かんないっていうのが結構あるので個人的にはすごい気になりますどういうものなのかなとかどういうもの使ってるのかなとか例えばスコットランドの、ブレンデッドスコッチとかね何と何と何の原酒を使いましたとか結構出てるんですけど
あんまりね日本はそういうのないですね。どこどこの原酒使いましたとか、どこどこ蒸留所の原酒使いましたとかあるとまた面白いなとは思うんですけどね、はい。契約で名前が出せないっていう場合ももちろんあると思います、はい。うちの蒸留所の名前は出さないでほしいとかね、そういうのは、まあビジネスなのでね、イメージを落としたくないのであんまりそういう名前出さないでほしいとか、ね、あると思うんですけど、でも名前が出ると嬉しいですよね。まあこういうものもあるよということで、今回注目されたウイスキーがあるので、ぜひ手に入る方は、お試しいただきたいなと思うんですが、気になる方はね、新潟といえばね、この間ニセコで新しい蒸留所が建ちますよっていう話を動画にしたんですが、それも新潟ですね、八海酒造、ごめんなさい、あれね動画の中で八海酒造って言ってましたけど、八海醸造ですね、はい、八海醸造、あそこももしかしたらこれこういう風にね原酒買い付けて、ブレンデッドウイスキー出すかもしれませんし、まあジンも作るっていうことなんで、なんですけど、まあ結果こう飲んでみて美味しいかどうかっていうのが大事なことだと思うんですけど、美味しいともっともっと、知りたくなるのが人間で、まあ結局ね美味しければいいかなっていう部分もあるんですけどね、はい。まあ謎に包まれた部分はこう想像しながらね、ああでもないこうでもない言いながら飲むのもいいんじゃないでしょうか。それではクロスロードラボでした。バイバイ。